串しゃぶって何？おべんちゃら抜きで美味しい海鮮の串しゃぶが食べられるお出汁と魚旬がオープンしました。大好きな肉割烹鉄平の2号店として、こっちではお魚中心のメニューと同時に鉄平のお肉のメニューも食べられるみたい。日本海生まれなので魚にはとてもうるさい私ですが、思わずリフリフと豚笑いするくらい新鮮なお魚でした。サラダにもやりすぎなぐらい魚入ってますね。ところで皆さん、串しゃぶって知ってました？私今回が初体験で、その斬新なスタイルにびっくらこきました。生でもいけるぐらい新鮮な食材を自分のペースでしゃぶしゃぶと、これは飲みながら食べるのにうってつけで大変気に入りました。桃色クローバー Z グレス桃色エビの本体は味噌なのではってくらいエビ味噌が好き。うわ、めっちゃ賢い東大行ける。大きなハマグリも鍋に掘り込んじゃって、扉開けてって言ってますけども、特にお気に入りは白身を半生くらいで鍋から揚げて、梅昆布塩でさらっと食べるか、ごまポン酢をべちゃべちゃにつけていく食べ方。肉巻き野菜も効率いいしゃぶしゃぶみたいですごい好き。鉄平の縛りタンもしゃぶしゃぶで食べるとまた違った味わいになって新しいですね。締めはうどんか雑炊で、一連の食材の歴史を余すことなく食べたかったので雑炊にしました。これは俗に言う見たらわかるうまいやつです。税込み4400円のシルバーコースでお腹パンパンになりました。絶対リピする。